ウィキペディアモバイルアプリケーションとは、ウィキメディア財団が公式に開発する携帯機器で、ウィキペディアを閲覧、執筆するためのアプリケーションである。アプリケーションは日本語では、ウィキペディアモバイル、英語では、ウィキペディアの名称で提供されている。2012年に閲覧専用アプリケーションとして、初版がリリースされ、2014年に全面刷新して、 記事編集機能を搭載したアプリケーションとしてリリースされた。Wikimedia 財団は2012年1月に Android 版 Wikipedia モバイルをリリースした。その後、2012年4月に iOS 版 Wikipedia モバイルをリリースした。このアプリケーションは従来 iOS 向けに Objective-C で開発していたネイティブアプリケーションではなく a p a c h c o r d b a を用いて HTML5CSS3JavaScript を主軸に開発の簡易性を考慮したマルチプラットフォームアプリケーションである。記事の全文検索、検索単語候補の表示、オフライン閲覧などの機能が搭載された。記事主題に関連する地理的な情報の表示には Google Maps に代わり JavaScript でシームレスに利用できる o p ン n ストリートマップが採用された。 アプリケーションの機能は Web ブ,ブラウザ上の機能に比べまだ未完成で2週間サイクルでのアップデートが行われた。Wikipedia モバイルのマルチプラットフォームアプリケーションは Windows 8、Windows RT Firefox OS に移植され、それぞれのストアで Wikipedia の名称で配信された。Windows 版はホームスクリーンの RSS と秀逸な記事の表示にネイティブ機能を利用した。 タイルレイアウトを採用した。公式リリースはしていないものの、ブラックベリープレイブックでも動作が確認されていた。マルチプラットフォームアプリケーションは2015年に開発を止めている。Wikipedia モバイルは2014年に起動速度や利便性を改善するため、マルチプラットフォームアプリケーションからネイティブアプリケーションへ実装方針を転換し、一からの再開発が行われた。 まず2014年6月5日に Java で開発した Android 版 Wikipedia Mobile Beta がリリースされ2014年7月31日に Objective-C で開発した iOS 版 Wikipedia Mobile をリリースがリリースされたこのアプリケーションでは大きくデザインを変更した各プラットフォームに適したユーザーインターフェースを実装し開発の簡易性より利用者のユーザビリティを主観に 開発が行われている。従来のマルチプラットフォームアプリケーションで搭載していた機能に加えて、閲覧履歴の表示やタブレットでの表示最適化、Wikipedia0 との連動など、いくつかの新しい機能が搭載された。モバイルサイトでは2013年7月から可能となっていた記事の編集は、モバイルアプリケーションとしては2014年のこのバージョンから可能となった。Wikipedia モバイルは、 ウィキメディア財団のウィキメディアアップスチームが GitHub でオープンソースソフトウェアとして開発している。アプリケーション開発への貢献は GitHub でファイル修正のプルリクエストを送るほか、ウィキメディアの開発者アクセス権限を得ることで、ウィキメディアコードレビューでのコードレビューのためのゲリット、アクセスとウィキメディアクラウドサービスのクラウドリソースの利用が可能となる。ウィキペディアモバイルの公式リリースは、 Google Play トアアップ App、Store、に加えて Google Play トアがインストールされていない Android 互換デバイスのために Amazon App ストア r イドロ d r o i d でも配布している Wikipedia モバイルはアプリケーション固有の Wikipedia 閲覧、執筆機能を持っているアプリケーションのホームスクリーンでは秀一な記事、トレンド、今日は何の日、今日の1枚などを表示するカラーテーマ変更機能は 読者が見やすいよう、ライトダークブラックのカラーテーマおよび文字サイズを変更する。デバイスのボイス入力が利用可能な場合は、アプリケーションの画面上部の検索ボックスから、ボイス入力で記事を検索する。地図を表示して選択した位置や GPS 等で、自分のいる位置からその場所に関する記事を検索、表示する。アプリケーションの言語を切り替えたり、 他国語版、Wikipedia の記事を表示する。閲覧中の記事の内部リンクから、他記事を閲覧する際に、タブ機能を使って、複数記事を同時に閲覧できる。目次はデフォルトでは、非表示のサイドメニューとして扱い、スワイプで画面外から呼び出す。記事は、リーディングリストとして保存することで、オフラインで閲覧できる。単語を、ロングタップで選択することで、ウィクショナリーでその単語を、 調べられる。Wikipedia0 が利用可能な地域、環境では通信量を必要とせず、記事を閲覧する。Wikipedia モバイルの機能は、ヘルプ、携帯端末でのアクセスでも紹介されている。ありがとうございます。